美容をお届けするオフィスまゆみのまなちゃんと、はい、オフィスまゆみのあやねちゃんです。イエーイ、ありがとうございます。はい、はい、最近定番化したかなと思って、はい、2人のお話でございまして、はい、今日は、ちょっと面白いゲーム、はい、テストかな、テスト、はい、ダイエットに関わるちょっとテストをするんですけど、皆さんもできるのでよかったら見て、はい、ぜひやってみてください。はい、はい、その後にまあちょっとこんなダイエットしてるよっていう話もしますので、はい、よかったら最後まで見てください、はい、見てください、はい、ということで、はい、私たちダイエット部でもありますしね、はい、はい、あと1ヶ月今約クライマックスです折り返しか、はい、そろそろ結果に出ないと、はい、出ないとちょっと焦るのかな、はい、でも大丈夫です、はい、大丈夫です。厳しい部活ではないです、はいはい、緩い感じでやっております、うん、はい、で私はこの、はい、夢の7号サイズウルトラびっくりスタイルで、ダイエット部入部して、はい、まあ、ナンバーワンで言い出しっぺという感じなんですけど、はい、ちゃんとご飯前に飲んでおります、はい、でそうですね、今、はい、あの何でしたっけ、お盆休み、お盆休みに食べ過ぎたのか、なんかいろんな時間にいっぱい食べたので1キロ増えたんですよ、なんとダイエット部と、のナンバーワンなのに、はい、大丈夫か、はい、はい、で、まあなんかその 1キロを、うん、まあ、0.5 減ったりとか、なんか行ったり来たりしてる感じで、やっぱりそのあとマイナス私は1キロになりたいんですけど、そこがどうしても行ったり来たりしちゃうっていうね感じで、なんかあのみんなにはありがたいことにそんな、それ以上痩せてしまったらガリガリになっちゃうやんかって言われるんですけど、なんかその後1キロがどうしてもね私のこだわりで、なるほど、はい、そう、私もいつも言ってるんですよ、はい、まだ違いますね、言われるんですよ、言ってるんですけど、はい、まあ一応目標がある、はい、そうなんです、はい、はい、これ飲んでます、はい、はい、私は、そこどけでというものだと思ってまして、はい、はい、まあいい感じなのかな、うんうんうん、とは思うんですが、私もまだ完全に目標達成ではなくて、はい、ちょっと、いい感じかと思いますが、毎日すごく食べるので、はい、うんうんうん、もうちょっと頑張りたいっていう感じですね。おでもあやねちゃんね、まゆちゃんがさっきあやねちゃんに、はい、なんか一回り小さくなったなって言って、うん、言ってくれてて、うん、確かにって、そうか本当に言ってもらえたらちょっと嬉しいですね確かに、それが一番大切ですしね、うんうんうん、自分のね、モチベーションにもつながるし、はい、はい、おめでとうございます、はい、ありがとうございます、はい、はい、飲んでいきたいと思います、はい、で今日はちょっと面白い、はい、そうテストをしたいんですけれども、はい、これ楽しいですよ、やっぱりダイエットの中で皆さん気にされるのは炭水化物、うん、美味しいですもんね、美味しいし、はい、絶対食べたいんですけど、うん、こう食べ過ぎたらなって気にされてると思うんですよ、はい、してます、はい、ご飯とかパンとか、はい、うどんとか美味しいものしかないですよね、炭水化物って本当に美味しいんですよね、まずいもんないですもん、まずいもんって言ったらあれですけど絶対美味しい、うん、で嫌いな人あんまりいない、うん、みんな食とか、はい、ね、はい、この炭水化物で太りやすい体質かどうかっていうのを、はい、遊び半分ですけど、はい、見極めるテストがあるらしくて、なんかふって出てネットで出てきたんで、はい、はい、ちょっとやってみようかっていう感じです、はい、で、説明しますと、はい、クラッカーを使うそうで、うんうん、これはスーパーで買ってきて、はい、なんか懐かしい感じしますね、はい、これ関西の人は好きですよ、はい、当たり前のクラッカー、はいはいはい、どんなクラッカーでもいいと思うんですけど、はい、クラッカーを用意していただいて、はい、やり方をちょっと説明しますと、はい、これを口に入れて食べます、うん、はい、食べます、噛み続けるんですけど、はい、そのいただきますって噛み始めるときに一応ストップウォッチで、うんうん、スマホとか、はい、時間を計ってほしいんですね、はい、で噛みまして、噛みましてで、ずっと噛んでると、うん、甘くなってくる、ちょっと甘いなって甘みを感じる、はい、瞬間が来ると思うので、その時にストップウォッチを止めます、は
はい、はい、甘いなって思ったら止める、ポチッと。なんかこういうクラッカーとかお米もそうですけどね、ずっと噛んでるとちょっと急に 甘みを感じるというか、うん、はい、その時間を調べるということで、はい、でその時間で太りやすいかどうかが分かるそうです。おー、はい、なるほど、ドキ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 。じゃあその時間の見方終わってから言うとして一回やってみますか。はい、はい、ぜひ。はい、ちょっとストップウォッチをして、はい、でしました。多分ですね、この言ってくれたハルクラッカーはちょっと大きめで、はい、これがちっちゃいんで2個ぐらい食べた方がいいかな。あ、了解しました。これもしあの 甘いかなって感じる前に飲み込んでしまったらどうしたらいいですか、そこでストップウォッチを。飲み込まない。それはあの早食いになってしまう。やばいやばい、得意の早食いが、はい、噛み続けるって書いてあるんで、じゃあちょっとあの3つぐらいもらっていいですか。そうですね、その方がいいと思います、はい、あの皆さんもそうです、3つ味わからないままグッて飲み込まないようにお願いします、はい、あ、そう、その前にびっくりスタイルを飲んどきますね、はい、私は食前に炭水化物ですから、はい、飲んどきます。10粒ずつ私はいつも飲んでおりますので、食前に、はい、食前に、はい、はい、こんな色です。ちょっと酸っぱい匂いします、うん、これ大事ですよ、うん、飲んどくだけでなんか気持ちも安心、いいことしてるって感じしますよね、うん、はい、私はこのビックリスタイルの味と匂い好きで、あ、本当ですか、はい、私ちょっとなんかあんまり、はい、感じていろいろ苦手な人多いかも。そうですね、はい、苦手ほど自分の必要なものだったりするみたいです、うん、はい、では、はい、食べると同時に押します、はい、で、飲み込まないで噛み続けてください、はい、で甘いなと思ってストップ押して食べて大丈夫ですか、はいはい、飲み込んだらストップ押して、はい、押したら飲んで大丈夫です、はい、わかりました。了解です。では、はい、行きましょう、はい、ではいただきます。感じました、はい、私も一応押せましたんでちょっと飲みます、飲み込みます、はい、食べちゃいます。あ、意外と、うん、すぐ甘いなって思います、うん、うんうんうん、はい、一応この時にやるクラッカーは、はい、塩気があるやつ、あ、あんまり味がついてないやつがいいと思います、うん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 、普通の、なるほど、あるこういうやつです、はいはいはい、上に乗せて食べるやつ、はいはい、お酒のおつまみでも食べるやつ、はい、ワインとか、そうですね、はい、じゃあ、はい、何秒か私から発表したいと思います、はい、どこ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 、じゃーん、9秒44でした。お意外と早い。大丈夫なんかこれと思いながら9秒44、はい、結構そう、お、もっとかかるかと思ったけど一応、はい、見えるのかな、あ、見た、7秒59、おー、まあ、8秒ぐらい一緒ぐらいですよ、本当ですね、よかった、そしたら30秒以内だと、はい、はい、体にの炭水化物ちゃんと分解しやすい体質だということですね、はい、30秒が分かれ目だそうです、へー、30秒以内に甘いなと思った人は、はい、こう炭水化物をうんうん、うまくエネルギーに変換できるタイプかな、はいはい、これゲームなんで、うんうん、言い悪いじゃなくてこう自分の体質ということですね、うん、でもし甘いなと思うのが30秒より長く感じた方は、うんうん、ちょっとこう炭水化物が体に溜まりやすい、ちょっと太りやすいのかなみたいな、なるほどなるほど、感じらしいです、やっぱりマナちゃんがさ出だし言ってうんって私はその時思ったんですけど、はい、30秒噛んでられないって気はしますね、はい、もうちょっと大きいやつを食べないといけません、あー、なるほどね、こう一口ではいけないものの方がいいのかな、うん、にしてもでも口には入れないといけないですからね、まあ、そうですね、うん、でまあこんなゲームがありました、なかなかまあゲームですね、は
はい、アバウトな感じで、はい、が楽しいですね。ぜひ皆さんやった方の何秒でしたって感想をいただきたいです、ね、あ、ぜひ感想いただきたいですね。クラッカーあの、はい、友達とか家族とかでやってみてください。はい、はい、ぜひぜひ、はい、後ほどあのオフィスの、はい、まゆみちゃん、大西まゆみちゃん、あやちゃんにもやってもらおうかなもしかしたら分解しにくい体質がいるかもしれないオフィスにも、うんうん、はい、ありがとうございました、はい、ということで、はい、でもし、はい、私30秒以上だったんですけどっていう方に朗報ですよ、うん、これ私も後で飲もうと思うんですけど、はい、炭水化物大好きっていう方におすすめ、はい、あとこのちょっと時間長く感じた方、うんうん、30秒以上の方、はい、こちらです、じゃーん、ヘルヘル3ダイエット、おこれが出た時大騒ぎしてですよ、はい、しましたね、はい、なんと炭水化物だけじゃないんですけど、はい、炭水化物、糖質、はい、脂質、はいはい、食べたこと、この3つが、はい、食べたことがなかったことになるのかっていう、おわ、素晴らしい助っ人ですね、はいはい、サプリメントです、おわ、はい、これはこういう袋になってるのが31日分、はい、31個入って、ちょうど1ヶ月分なので、さっきまなちゃんは、はい、食べる前に飲んで、はい、私は今飲みます、うん、炭水化物食べたから食べた後に、はい、食べた後に直後に飲むのがなんか特徴みたいですね、ごちそうさまでしたって言ったら飲む感じで、はい、うんうんうん、こういう3つのカプセルが入ってるんで、はい、飲みやすいですね、うんうん、はい、これを飲みます、はい、でなんかね、お外で、うん、あのなんだろう、外食しててもなんかキュッて飲みやすかったりするんで、ね、そうなんですよ、これこういう風になってるから、いいね、これだけ持っていっとけば、カプセルとかに入れとけば、うんうん、飲めるんで、ね、最高ですよ、はいはい、さよならですね、これで、はい、30秒超えた方も安心で、はい、安心、大安心、はい、ぜひ、そうなんですよ、このゲームして不安で終わっていったら悲しい、はい、確かに確かに、もう食べれへんくなったらね、それはそれでちょっとね、困りますから、はい、はい、今日はそういう、はい、楽しい動画でした、はい、ありがとうございました、はい、ぜひ皆さんの結果もコメント欄でお待ちしております、うん、ちょっと気になる、私30秒以上だったって人いるのかなっていうのが気になるので、はい、そうですね、はい、あの30秒以内に食べ終わったって人でもいいです、教えてもらった、私もそういうタイプなんで、はい、ありがとうございました、はい、この動画いいなと思ったら皆さんいいねボタンと、はい、チャンネル登録もよろしくお願いします、はい、はい、ありがとうございました、皆さんこんにちは、ここからは大西真由美の嬉しいお知らせコーナーです、イエーイ、突然なんですが皆さんこんな経験ないですか、あ、サプリ注文するの忘れてた、もう明日の分がないよとか、毎月注文するのめんどくさいなとか、そんな経験ありませんか、そんなね、皆様のお声をいただき定期便ができました、イエーイ、毎月決まった日に商品をお届けする定期便です、皆様の毎日の健康のために、そして安心のために定期便をぜひご利用ください、詳しくは下の概要欄のお店さん、またはオフィスまゆみの方までお問い合わせください、以上、大西まゆみから定期便のお知らせでした。